こんにちは、すみやです。今日はシースターの最新情報を手に入れましたので、紹介していきたいと思います。ZWO のサイトからシースターを選ぶと Q&A が出てきますね。Q&A がもうすでに398ぐらい出てるんですけれども、その中から最新の情報を集めてみました。一番新しいのは10月20日付の回答がありましたので、そこから見ていきたいと思います。まずですね、これを見ると、Kindle をシースターで使用できますかという質問がありました。はい。使用できない場合はどのような種類のタブレットを使用できますかという質問。で、これに対して、申し訳ございませんが、シースター S50 は Kindle では動作しませんという回答でした。Kindle って多分 Amazon の電子書籍を視聴するための端末だと思うんですが、さすがに電子書籍ではないのでシースターは動かないようですね。はい。Kindle で使いたい人もいると。まあ、確かに Kindle はタブレットの中では非常に軽量で安いので、iPad とか Android タブレットを買うよりは安くて軽量なので、使い勝手はいいんでしょうけど、しかもバックライトがないのでね、夜なんか使うことがちょっと不可能じゃないかっていう気がしますが、Kindle にも対応してほしいっていうことでしょうかね。タブレットは持ってないけど、Kindle なら持ってるよっていう人がいるのかもしれませんね。はい。じゃあ次見ていきますか。はい。これがね、非常に注目されます。一つ質問があります。内部結露ヒーター保護の種類はありますか？私が住んでいる場所はかなり湿気が多いので、結露防止が重要です。で、これに対してね、10月18日付の回答ではですね、シースター S50 には結露防止機能が装備されており、湿度が 100% に達する場所でも効果的に使用できます。これはね、実は私も一回ね、湿度が 100% ぐらいすごい夜露がついて、ドブソニアン望遠鏡がね、ほぼ使えなくなった状態だったんですけれども、シースターが使えたのでびっくりしましたね。ただシースター本体はね、もうびしょびしょになっていたので、後でね、拭きましたけれども、本体は拭いたけれども、レンズはね、全然曇らないので、レンズを拭く必要は全くなかったですね。はい。これ10月18日の回答。まあ、質問は5月1日のものなんですが、まあ、実際に ZWO が運用してね、あちこちの湿度の高いところで使った結果を見て判断したんでしょう。すごい自信の表れですね。100% に達する場所でも効果的に使用できます。まあこれは私も実感したので嘘じゃないと思いますので皆さん 100% の湿度でも使えるスマート望遠鏡すごいですね、これ。シースターで一番驚いたのはこれですね。他の機能にも驚かされたんですが、これはね、すごいですよ。5月1日に湿度が 60% を超える場合に役立つアクセサリーを追加する予定はありますか？英国。とにかく北部では間違いなく。で、60% を下回るのは珍しいため、解決策がなければ市場が大幅に制限される可能性があります。この質問ですね。シースターの使用条件は湿度 60% 以下って書いてあったと思うんですね。だから、うちは 60% を超えてんだけど、買わないよっていうふうな質問に対して、ちゃんと回答が出てきましたね。これも10月18日付。シースター S50 には結露防止機能が装備されており、湿度が 100% に達する場所でも効果的に使用できます。ここまでは同じなんですが、その後が大事ですね。一応、こういうことは注意してくださいって書いてあります。望遠鏡は精密機器であるため、高湿度の環境で保管することはお勧めできません。望遠鏡、湿気の多い環境で使用、
または保管すると、レンズのカビや潜在的な水による損傷など、より大きなリスクが生じる可能性があります。おすすめはしませんよと。使えるけどもね、あまり無理しないでくださいねという、そういうね、メーカーサイトのサポーターの方が書いてますね。はい。その後も見ましょうか。カビの発生、水による損傷、および同様の問題は、保証の対象外であることに注意することが重要です。それで壊れても私たちは責任取れませんねって言ってますね。したがって望遠鏡を過度の湿気にさらさないように注意することをお勧めします。まあですから湿度の高い時あまり使わない方がいいですよというふうに書いています。まあただ不可能じゃないですよということですね。レンズは曇らないんですが本体びしょびしょになっちゃうのでどうしたらいいかっていうことをいろいろ考えました。いい方法を思いつきましたね。はい。これはカメラ用に買った、カメラカバー、防水カバーなんですけども、ちょうどここにね、穴が開いてて、ここからレンズが出せるようになってるんですね。で、Cスターもこれを被せれば、はい。こっからレンズのところだけ出してね、撮影できるじゃないかと。まあ、ただアダプターがないとね、ちょっとカメラのようにレンズが前に飛び出してるわけじゃないのでね、その辺がちょっとね、難点ですけれど。まあ、こういうレンズフードなんかをね、ここにつけてやればいいのかなと。まあ、多分オプションでそういうものがね、サードパーティー製で出てきそうな気がしますし、すでにね、レンズに装着できるこういうカバーがもうね、発売されてるようですね。サードパーティーから。で、それをうまくつければ行くんじゃないかと。ちょっと動かしてみましょうか。あ、電源入れなきゃダメですね。はい。電源入れます。はい。電源入れました。はい。Powering on, ready to connect. 1分ぐらいかかりますね。なんかうなってますよ。Cスターがうなりました。Cスターつながったかな？はい、つながりましたね。じゃあ風景モードで Cスターのレンズを上に向けてみましょうか。古いスマホなどになかなか立ち上がらない。あ、立ち上がりました。おー、面白いね、これ。フード付きで上向きましたよ。ちょうど穴のところに入ってくれるといいけどね。何度ぐらいでちょうど良くなるかな？角度で言うと10度ぐらいかな。15度までいかないね。10度ぐらいだとこのカバーかけたままちょうどね、穴のところがここに適合しますね。まあ、ここにこういうものをつけて、シースターの前に固定すればいいかもしれませんね。もうちょっと上向けてみるか。ちょっとレンズこっちですけど。あ、もう30度超えるとね、レンズの方がこの穴の上に行っちゃうので、やっぱり固定しないと使えそうにないですね。レンズフードみたいなのをつけて、カメラの防水カバーをつけるといいかもしれませんね。真上に来ると、そうですね。やっぱりこんな感じですかね。まあ、両面テープで貼り付けるという方法もあるかもしれませんが。まあ、こんな感じで使えなくはないと。カメラの防水カバーですね。こういうものが、ここに穴が開いてるんで、ここからレンズが出てきますね。ここに穴が開いてるんで、こういうね、レンズフードをここに差し込めばいいと。で、ここの、丸い穴のところがゴムでできてるので、伸びるのでね、こういうレンズフードもさっき入れてみたんですが、入りましたね。ちょっと入れてみようか。
こんな感じで入りますね。はい。でこれで、Cスターに被せて、まあ、レンズはね、結露防止、レンズヒーターついてるので大丈夫なんですが、本体が濡れるとね、ちょっと心配なので、こんな感じで、ここに固定できればね、いいかな、というふうに思いました。多分、サードパーティー製でもうすでにあるんじゃないかと。なんかネットで見たような記憶もあるので、そういうのをつけて、こういうカメラ防水カバーをつけてやるといいかなと。そうするとね、湿度 100% でも望遠鏡も濡れないし、レンズはレンズヒーターで結露が防止されているので、これから夜露が激しい時期でもCスター使えるようになるんじゃないかと。このレンズフードみたいなのをちょっとね、買ってみようかなと思っています。今ここにつけてるのは、もう20年ぐらい前に買ったソニーのですね、NEX6 を買った時にセットでついてきたズームレンズですね。55mm から 210mm の望遠レンズのカバーですね。このカバーが意外とちょうどいい大きさなので、とりあえず純正で付けられるものの車で両面テープで貼っ付けて使ってみようかなと思っているところです。はい。こんな感じで。Cスターは電源を切っとくか。はい。シャッティングダウンしていきます。電源切るのもスマホでできるのがいいよね。Cスターのね。いちいち本体触らなくていいわけですから、離れたとこからね、電源切って、電源温存できるっていうのがいいかもしれないですね。はい。しかもレンズが下向いてくれるので、濡れたりとかね、汚れたりする可能性は低くなるのでいいですね。はい。じゃあ次行きますか。次のね、質問は、これです。日食画像の場合、Cスターでは太陽フィルターを使用した定期的な部分日食のスナップショットと太陽フィルターなしでコロナを示す回帰画像が許可されますか？回帰用の HDR モードはコロナのストリーマーやプロミネンスを引き出すのにさらに優れています。回帰中のね、コロナを見るモードがあるのかという質問に対してなんですが、それははっきり回答はないんですけれども、社長自らがね、タイムラプスモードが利用に可能になりましたって言ってますね。サム・ウェンっていうのは ZWO の社長ですよね。10月17日付でタイムラプスモードが利用可能になりましたって書いてます。太陽フィルターつけた後でもね、光の量を自動的にCスターが調整をして、スマホの画面に映してくれるんじゃないかっていう気がするので、回帰日食の時の回帰状況でどんな画像が出てくるのかわかりませんが、金環食だとね、周りが金色でまだ明るいので、太陽の形がね、見えなくてもいいんですけど、回帰日食の時の、まだね、Cスターが世に出てから回帰日食、世界のどこでもまだ起こってないので、わからないんですね。大体日食っていうのは半年に一回世界のどっかで起こるんですけどもね、金環日食はつい先日、10月の何日かにあったんで、その半年前っていうと、9、8、7、6、5、4、4月頃か。まだCスターね、開発途中のね、データっていうか、写真がいくつかね、紹介はされてましたが、回帰日食のは出てきてなかったので、まだね、これは、実際に回帰日食を撮った人はCスターでいないので、これからの課題でしょうね。はい。タイムラプスで使えるので、太陽が欠けていく様子はね、短時間動画みたいにタイムラプスで撮れるということになるようですね。日食のタイムラプス動画、
早く見てみたいですね。はい。10月17日にタイムラプスモードが利用可能になった。これは多分ね、バージョン 1.9 から使えるようになったということで、私もね、日食じゃないけれども、太陽をね、タイムラプス撮影もしてみました。はい。まだちょっとアップしてないんですけども、今後、タイムラプスで撮った太陽を YouTube 動画で紹介していきたいなと思っていますので、乞うご期待です。はい。次行きましょうか。はい。これですね。コントローラー以外の追加の Wi-Fi 接続を確立できるか。ベスペラはそうしており非常に便利です。また社長が出てきましたね。Wi-Fi ステーションモードがサポートされるようになりました。ということで、スマホをね、別のことに使っていても Wi-Fi で繋がっていて、しかもシースターも繋がっていてということができるようになっているようですね。だから Wi-Fi のステーションモードでライブ配信しながらシースターの動画を受信できる。逆か。シースターの画像を受信しながらスマホでステーションモードを使って Wi-Fi で YouTube 配信とかね、Zoom とかいろんな配信ができるということなんでしょうね。はい。ちょっと一回やってみたい気もしますが、スマホから動画配信ができるようになれば、シースター、すごい利便性高まりますね。はい。うん。シースターとスマホだけ持って行って、そっからライブ配信やってみたいですね。暗い空の上で。ね。うん。はい。これも同じですね。遠隔天文台にシースターを設置するのが好きです。デバイスをインターネット経由で接続できますか？ Wi-Fi 接続は P2P のみをサポートしていますか？これもね、社長がさっきと同じ回答ですね。Wi-Fi ステーションモードをサポートするようになりました。前はできなかったっていう意味ですね。これは楽しみですね。まあ実際まだやったことがないので、でも Wi-Fi の電波が届くとこじゃないとダメですね。はい。あ、でも今度小海の星祭りではなんか Wi-Fi がつながるらしいので、そっからシースターでライブ配信、スマホでやる人が出てくるかもしれませんね。はい。期待しましょう。はい。これが面白いですね。近隣検索機能で中国と香港の結果のみが表示されるか、全く結果が表示されないのはなぜですか？地球の表面の 98% が中国以外の地域に住んでいる顧客は自分の地域では何も検索することができません。修正はすぐに行われますか？って書いてますね。はい。社長がすぐ修正しますって答えてくれてます。はい、次行きましょう。月食や日食のビデオに最適です。ビデオキャプチャーの最大継続時間はどれくらいですか？はい。撮影できる動画の長さは AVI 形式で10分まで。MP4 形式では制限はありません。この制限がありませんって、バッテリーがなくなるまで使えるって意味かな。メモリーの容量がなくなるまで撮れますよと。外部バッテリー繋いでればね、MP4 形式は内部のメモリーがなくなるまで撮影し続けられると。それが何時間かよくわかりませんけれども。まあ、バッテリーが6時間交渉で使えるっていうことなので、6時間は最低 OK なんでしょうね。はい。それ以上も外部バッテリーで繋げられるんでしょうね。うん、MP4 式でどれぐらいのデータ量になるのかちょっとわかりませんが、すごいですね。制限はありませんって来ましたよ。びっくりですね、これ。はい。次行きましょう。あ、これが一番多い質問ですよね。今注文したシースターはいつ発送されますか？ 8月25日に注文したんでしょうか？この人ね。で、答えが10月18日なんですが、もう2ヶ月経ってますよ。こんにちは。納期の目安は2、3ヶ月とされております。まあ、そろそろ出荷ですよっていう意味ですね。現在大量のご注文をいただいているため、現時点では正確な納期をお知らせすることができません。
2、3ヶ月なんでしょ？と、今10月ですから、今頼むと12月いっぱいか1月ぐらいになりますね、と。こういう意味でしょうかね。はい。これも同じですね。こんにちは。今日注文した場合、配達予定日はいつ頃になりますか？これは8月28日ですね。もう少し後に注文した方ですか。はい。こんにちは。現在大量の注文をいただいているため、現時点では正確な納期をお知らせすることができません。生産プロセスを迅速化し、できるだけ早くご注文をお届けできるよう最善を尽くしておりますので、ご安心ください。私たちは期限を守り、荷物を迅速に届けることの重要性を理解しています。ご理解とご協力をお願いいたします。はい。これすごいよね。大量注文来てるって。この望遠鏡が今年一番売れる望遠鏡になるだろうなって予測して、そんなことを話している場面がありましたけれども、本当にそうなってますね。大量注文って書いてますよ。それから、面白い質問もありますね。こんにちは。AM5 の口。AM5 の口って何かわかりませんか？ AM5 の上にシースターをつけてもいいですか？っていう質問ですね。社長は、いいえ、シースターは ALT、AZ モードのみをサポートしています。要するに、携帯モードのみですよ。AM5 は、赤道儀ですから、赤道儀の上にシースターをつけると不安定になるっていうこともあるし、シースターのね、アプリで赤道儀モードはないので、それは無理ですねっていう、そういう意味でしょうね。これ10月17日の回答なんですが、今でもそういう質問がいっぱい来るんでしょうかね。はい。はい。これ大事ですよね。私のベスペラのような、ベスペラ持ってる人ですね。プランマイナイト機能はどうでしょうか？はい。5倍の金額を支払ったことを理解しています。はい。5倍出せば付けてくれますかっていう意味ですかね。ありがとう。今後検討します。はい。5倍出さなくても付けてくれるような気がしますので、プランマイナイト。要するに、自動撮影機能かな。これはエースアイエアーにはもうすでにね、導入されている機能なので、不可能じゃないですね。ただ今後検討しますですから、プロバージョンでね、多分つけるようになるのかもしれませんね。プロモードを多少追加費用がかかるのかもしれませんし、無料で提供してくれるかもしれませんね。はい、期待しましょう。はい、これもすごい質問ですよ。水性のスタッキング、水性のコマですかね、を基準として水性のスタッキングを実装する予定ですか？はい、また社長が答えてますね。これは簡単ではありませんが、将来的には試すことができますって断言してますよ。簡単じゃないけど、多分試せるよっていう意味ですか。シャープキャップ 4.1 ではね、この水性スタッキングモードがもうすでに使えるようになってますので、ZWO もシースターでこの水性スタッキング早く導入したいと思ってるんでしょうね。はい。将来っていつかわかりませんが、期待しましょう。これもね。はい。これもすごいですよ。次はシースター 60S か 90S があるでしょうか。要するに口径が50ミリの現在のシースターに対して60ミリとか90ミリのさらにね、上位バージョンが出るかっていう質問ですね。社長がまた答えてますね。もしかしたら将来的には、右端に絵文字の顔が出てますね。なんかウィンクしている絵文字ですね。ウィンクしてるから将来的にはありますよっていう意味なのかもしれませんね。はい、これも期待したいところです。最新のシースターの Q&A を見ながらお話をしてきました。水性追尾モードが追加されるのかとか、それから自動撮影機能が追加されるのかとか、それから前にあったモザイクモードが撮影されるのかとか、いう今後のね、バージョンアップの期待がいろいろ
高まることに対する質問がね、いくつも出ているので、それが早く実装されることを期待したいですね。から地図がなんか変なとこ行くよというのもありましたので、まあそれ以上にね、アトラスモードにすると、星の名前がね、日本語表記にしてるつもりが、中国語の表記のようなものになってしまうので、まだ完全に日本語に対応してないんですね。製図のアトラスで早く日本語に完全に対応してほしいなと思っているところです。はい、いろいろ語ってきましたが、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。湿度 100% で使える。すごいよね。